漫画マンが語ります。今回紹介する漫画はカープボーイ勝利、田中博先生の作品です。連載期間は2018年、多分、LINE 漫画で連載されていたと思います。まあ、連載というか掲載というか、この後語っていきますが、コメントは私のトーク内容と関係なくてもいいので、作品への思いなども書き込んでみてください。ではいきます。カープボーイ勝利はバッドボーイズシリーズでおなじみの田中博先生の野球愛、広島カープ愛が伝わってくる漫画です。そして出てくるキャラクター、つまりカープファンの母と息子とその周りの人たちは、田中博先生の描くキャラらしさに溢れてます。まあ、純粋さとお下品さを合わせ持った感じとでも言いましょうか。ただですね、それ以上でも以下でもない感じなんです。平和すぎるんです。やっぱりですね、田中博先生にはギラギラしたものを描いてほしいし、そういった作品の名手なんだと逆に感じました。ということで、この作品は広島カープのファンの方、かなり平和な話が好きな人におすすめです。チャンネル登録もお願いします。漫画マンでした。